はい、速稼塾の久保です。今ね、朝4時14分なんですけども、まあ、大体ね2時とか3時とか4時とかに起きてしまうのが私の生活スタイルになってきてしまいました。まあ、寝るのがね早いですからね、まあ、9時とか10時とか、まあ、本当になんか隠居生活というか、日が落ちたら寝る、夜が明ける前に起きるみたいなね、ことになっておりますけども、今日ねなんかこの封書をいただいたんですよ。令和新選組さんから封書ですね。で、まあ、開けてみるとですね、以前私がこの令和新選組さんに寄付したお金があるんですけども、その金額のその控除証明書が来てるんですよね。要するに確定申告などの時に寄付金っていうのは、まあ、控除される部分がありますんで、そのための証明書ですね。以前ね10万円ほど令和新選組の活動に寄付しました。まあ、私ね N コトが好きだったり、それから立憲民主党に今回ね参加された小川淳也さんね、なぜ君は総理大臣になれないのかとかね、個人的な思想とか、それから政治家さん、立花孝さんとかね、ピンポイントで好きな方いるんですよ。自民党にもね西田昌司さんとかっていう、まあ、気骨な政治家さんがいらっしゃったりとか、あと馬淵澄夫さんとかっていうね方もすごくいいなと思って、いろいろとね魅力的な発信をされている方がいるんでチョイスしてはいるんですけども、なかなかねこの政党が一番いいっていうのが決めかねてるんですよ。政治に関してはだからすごく難しくって、政党を応援してるような、個人を応援してるような感じですね。まあ、自民党も今菅官房長官がね今度総理に上がるかもしれませんけども、やっぱりね財政緊縮財政ですか、こちらの方を進めるような形なんで、それはちょっと見識が違うだろうっていうふうにね、思うんですね。ただ外交ですとか日本の信頼を高めたりとかね、まあ、方法はねちょっといろいろとありますけども、株価を維持させたりとか、まあなんかいろいろとね評価しないといけないところはあるかなという部分もあるんですけども、やっぱりねもう今一つこの庶民の暮らしというか一般国民の暮らしに目を向けていただけないような、まあ官邸になってるかなと。隠蔽とかね、隠滅とかズルとかね、それからもしかしたら人をねあまり粗末に扱ってるところがあるのかもしれませんよね。特に今官僚の方っていうのはねものすごいブラック労働なんですよ。なんか月に300時間ぐらいの勤務をしてるらしいですね。月に300時間の残業となると、もう一体どうやって人類生きてるんだろうかって感じです。官僚の方の家庭っていうのはほとんどそのお父さんは家に帰らずに深夜タクシーで帰宅、そして夜が明ける前に出勤していくというね、朝干し夜干し状態で、実はねその官僚のタクシー利用代金が220億円にも上るというね話もあるそうなんですよ。すごいですよね。まあ、これはねセオラガイおじさんがそういうことを言われてたんで、正確にはね、そちらの方の動画を見ていただきたいんですけども、まあ、私が今回ねこの動画を作らせていただいたのは、令和新選組さんにはこうやって寄付をしました。で、N 国党に関しては私は動画発信とかね、立花さんへのなんかそのアプローチとかっていう形でいろいろと協力してるのかなと思います。要するにね、NHK から国民を守る党のたった一つの活動ですよ、あそこも。あとは派生したものですからね。NHK から国民を守る党っていうのは、NHK の放送権のこのスクランブル化ですから、それはすごく私は賛同するんですよね。払いたい人は払う。払いたくない人は払わない。見ない、見てない人か。見てない人は払わない。真っ当なことだと思います。で、小川淳也さんは、とにかく誠実に国民に寄り添ってくださっている政治家さんかなと思いますんでね。すごいなと思いますよ。でも今回ね、立憲民主党に行っちゃったのが残念ですね。やっぱり立憲民主党の枝野さんが代表でいる限り、あそこはね、もうはっきり言って、私から見るとですよ。私から見ると、ゴミためですよね。ゴミがいくら集まってもゴミになっちゃうんですよ。で、いいものが参加しても、またね、ゴミの周期でゴミになっちゃうのかなと思います。ちょっと表現はきついんですけども、申し訳ないことに。ただ立憲民主党が長期安倍政権を実現させたというところはね、私はねもう否定できない事実かなと思うんですよ。もちろん別の評価があってもしょうがないんですけども、その中で何ですかね、火の玉ボーイみたいに現れた令和新選組さんっていうのが野党をものすごく動かし始めてるのは事実だと思います。船越さんとか木村さんみたいな方をね参議院に送り込んで国会を大きく変化させた、そしてそこから始まる令和新選組の波、熱、こういったものはね多分今の SNS 時代に最も受け入れられているムーブメントではないかなと思いますよね。まあ、ですので令和新選組さんみたいなアクション、活動、熱意、それから国民に寄り添う気持ちが、まあ、こういうふうなね小川淳也さんも認知するところですし、それから N 国の立花孝さんもそうですしね、
だから西田昌司さんは自民党なんですけども、やっぱりね、国民の暮らしの方向に立った方だと私は思ってますし、馬淵澄夫さんもそうですしね、やっぱり、ね、本当少ないんですよ。国民の側に立つ政治家さんってのは少ないです。なぜならやっぱりね、権力者側とかね、既得権益に寄り添わないと生き残っていけない、上り詰めていけないっていう体制がありますんで、なかなか下克上っていうのはね、なされられないのかなと思いますよね。やっぱ正直な人が、誠実な人が今日の目を見ずに、まあ、菅さんが誠実じゃないとは言わないんですけども、ただやっぱり見落としているところが多いんじゃないかなっていうのが私の感想ですよね。これから、まあ、私たちが政治がどうなるんだって言えるような問題でなくて、私たちがどうするのかと、よく言いますよね。リーダーが変わっても同じだと。そうなんですよ。リーダーが変わったところで一緒です。国民が変わらなければなんですよ。リーダーが変わっても我々が変わらなければ、ずっと同じ国民意識っていうのはね、国民の暮らしっていうのは続いていきますんで、まあ、そろそろね、私たちが変わっていくところなのかなと思います。どう変わっていくかというと、多分ね、その私が思うに、自分で発信できる自分になること、自分で商売を成り立たして経済的に自分を解放させられるような自分になること、で苦手を得意とする自分になっていくことなのかなと思うんですけどね。はい、ではね、今回は令和新選組さんのこれ封筒が届いたことについていろいろ語ってみたんですけども、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。いろいろと考え方ありますしね、私も考え方どんどん変わっていくんで、今日の私のね、こういった発言が未来永劫これからもずっと続くかどうか、はなはだ私自身わからないんですけどもね、ただこの瞬間感じたことを動画にしてみました。それでは、いってらっしゃい。